エバーツェーンは、オランダ海軍のフリゲート、デゼーベンプロビンシェン級フリゲートの4番艦。艦名は、多くの海軍英雄を輩出したエバーツェーン家にちなみ、その名を持つ艦としてはファンスペーク級、フリゲート6番艦以来8隻目。海上自衛隊横須賀基地に入港中の、エバーツェーン・エバーツェーンのエンブレム、エバーツェンは、デゼーベンプロビンシェン級、フリゲート4番艦として、 ゼイラント州フリシンゲイのロイヤルスヘルデ造船所で2001年9月6日に寄港し2003年4月19日に浸水2005年7月10日に収益した2007年には第一常設ナトウ海洋グループの構成官に拠出される航海での任務中にはイエメンのジャバルアルタイール島の火山噴火に伴うイエメン軍中屯部隊の救助活動に参加した 2008年7月、海賊の襲撃が多発するソマリア沖において世界食糧計画の船舶警護を実施。2009年には欧州連合主導のソマリア沖の海賊対策であるアタランタ作戦の機関を務める。2011年から2014年にかけて北大西洋条約機構主導のソマリア沖の海賊対策であるオーシャンシールド作戦に参加し、 2012年5月から8月までの期間、同作戦における機関を務めた。2021年4月12日、オランダ国防省は、イギリス海軍のクイーンエリザベス空母打撃軍に、エバーツェンが参加し、インド太平洋方面に派遣することを発表した。同年8月下旬から、東、シナ海から四国南方を経て、関東南方に至る海区域において、 海上自衛隊のヘリコプター搭載護衛艦、伊勢、護衛艦、朝日など共同訓練を実施し、9月5日に海上自衛隊横須賀基地に入港した。9月6日には、岸信防衛大臣が横須賀を訪れて本館を視察した。ありがとうございます。